お願いします。最近ちょっと言おうと思ってたんですけど、はいはいはい、あのおしっこがもうほんまにちょっとペースがおかしくて、ほう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 、おしっこ、テレビの収録がね、だいたいなんでしょう、まあ1時間以上あるやんか、うんうんうん、1回スタジオ入ったらまあ90分ですか目安、うんうんうん、でまあ1回休憩とかあると思うんですけど、うんうんうん、結構ね90分持たへんというか、おしっこが結構頻尿ですね。そうやね、1時間半持たんかったら収録きついよ。でこの間も霜降りミキジってやるときとか、うん、今から間もなく本番ですってときに、新番組ですからね、催すんですけども、ほうほうほう、これ出えへんのよ。あーわかるわ。そう、その出したいときに、うん、出えへんときあるね。出えへん、うんうん、でもはそのまま始まったら、うん、20分後ぐらいにもうめちゃくちゃ漏れそうになる。わかる。そう、人がおったりしたら出えへんな。隣に、お、そうやね、先輩とか後ろに人立たれたら出えへんとか。いやだから俺のチンポがなんかちょっと悪いんかなって思って。あ、チンチンか。え、チンポてタヌキの言い方してるわ。あ、タヌキの言い方してた。うん、その女性も聞いてるから。あ、そうか。うん、いやだからションベンが出んからよ、あんま、うん、このおちんこがちょっと俺の、おちんこはセクシー女優の言い方か。ちんちん。あ、そう、ちんちんやな。ちんちんか。いやでこのレインボーちんこが、レインボーちんこはマリオカートで出る裏ルート。え、最後シュイーンってちんちんの川を渡ってすぐゴール行くレインボーちんこ。あ、すいません、うん、でチン&チンが、チン&チンはちんちんの会社。会社？チン&チンは。会社？うん。会社ですか？会社です。うん。死者です。で、チンコ T シャツを、だから俺は。チンコ T シャツは、ミスターチンが50周年で出したチンコ T シャツ。あ、10周年の。そう。ノリでね。うん。だからチンコロまんじゅうが。チンコロまんじゅうはチンの国のお土産。あ、そうか。うん。ほんで、そのズームチンチンが。ズームチンチンは俺、俺おい！違う。粗品さん、おめでとう。粗品さん、おめでとう、ちゃうの。いや、違うのよ。オープニングからちょっとすまん。俺のちょっと弱点やから、それ今。え、弱点？うん。ウィークポイント。知らん、ネットニュース。いや、ごめんなさい、あんまり、あれなんですけど。ちょっと、あれで。ズームチンチンは、もうお前。ま、別に俺ではないねんけど。うん。まあ、ちょっと今、せいやって調べたら、ちょっとズームとか。ちょっと出てくるという状況でして。いやでも俺はほんま褒めてあげたよ、お前を。いやいや、もうやめてください。ちゃん、恥ずかしい。あの、はい、でもうほんまはず、もうまずちゃんと言ってなかったけど、はいはいはい、あ、はい、まあお前にはちゃんと、うん、すまん。ちょ、いや、ふざけてね。いや、ほんまにふざけてない。すまん。いやいや、ほんまにすまんやろ。いやいや、すまんって言って、すまん。いや、手間みたいな言い方してるやん。いや、もうそんなもんやめてくれ。手間もしたんか、ほんで。いやいや、その、してないしてない。リモートやから。じゃあ、俺はな、うん、その、いや、立派やなと思ったよ、その、ちゃんと、あの、仕事やから。ややこしいもん。仕事や。で立派でややこしいもん。いや、別にややこしない。いやいや、敏感すぎへん？チンチンで敏感や。いやいや、もうやめて。全然。全部チンチンに聞こえるのよ。いや、仕事やから、せいやさんは、俺のチンコの言い方とか訂正してたんやと思ってて。うん、はい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 。でもほんまずっとあるノリでね、そうそう、今のは。ちゃんとプライベートで、チンチンって言ってましたね。あの、見ましたよ、LINE。チンチンって言ってたな。全部出た。LINE も全部出た。出た。精子も出たし。息も出たし。すべて出た。全部出た。びっくりした。LINE も出てたよ。出すぎた。あまりにも出てた。あまりにも出すぎた。もう街歩けねえ。粗品さーん。いやいや、いや歩いたらええ。すまん。何がすまんやねん。お前に言える3文字の言葉がある。すまん。何がやねん。何がすまんや。いやいや。ほんまにね、はいはい、相方に迷惑かけました。もう本当に申し訳ないです。もう。相方に迷惑かけたし、うん、あの、本当に一緒にお仕事させてもらってるスタッフさんとか、はい、大人の方たちにほんまにそれは僕のせいでちょっと迷惑かけました、これはほんまに。あ、そう。それはもう、それは本当に、あの、申し訳ないと思ってます。え、それ、あれですか、家から持ってきた自分の椅子、今
これはたまたまほんまに一緒の椅子なの。俺ももう、あの時の椅子ですよね。びっくりした。AK レーシングさんの椅子ですよね。真っ赤な。じゃあ、まあまあ。じゃあ、ね、あの、座椅子なんです、家はね。あ、家は座椅子なんや。座椅子で、もうあの椅子で打ち合わせできねえ。今多いよ。リモート打ち合わせ。ほら、あの場所でも打ち合わせできねえ、二度と。二度とできねえ。今、リモートの打ち合わせばっかりやからさ。まあまあ、でもね、畑さんとも、始まる前に言ってたんは、いや、もうお前の気持ちとか確かに聞きたい。もう相方が。いや、恥ずかしい、俺は。いや、大変面白かったんですけど、ね、こう、もろもろの感じは。ただ一個ね、やっぱその、引っかかるというか、この、オールナイトニッポン前にしこってたみたいな話があったじゃないですか。読んでるねー。いや、読んでるねー。さっきまた読んだから。どういうこと？しこってから来た日があった。このオールナイトニッポンゼロ。ってこと？まあまあ、記事、そうやな。まあ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 。まあまあ、でもまあ、そういう日もあったんかな。うん。いや、その、仕事の合間にあんましこらんくない。終わりじゃない。その、仕事終わりに、一発の動画はわかるけど。そう、今にどんな感じ？まあ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 、気合い入れるというかね。いやいやいや、気合いは抜けるんちゃう？しこなにしたら。まあ、ちょっと抜けるで、ややこしい。すべてが。いやいや、ほんで、一人エッチって言ってくれ。頼むから。え？一人エッチって言ってくれ。あ、ごめんなさい。俺、オナニーって言ってましたよ。もうやめて、それ。あ、すいません。ズムニーが、ズムニーってなんや。ズムニーってなんやねん。俺今後輩からズム兄って言われてる。ズム兄さん。ズム兄。ズム兄。もうほんまに恥ずかしい毎日が。いや、まあいやいやいや、でもね、僕は僕なりの視点でやっぱりこう見るじゃないですか。はい。一個すごい、これ、どうやったんって思ったんは、うん、せいやさん、パソコンで詳しくないですよね。まあそうですね。でも、ズームの部屋、お前が作ったんあれ。パスワードこれみたいなの送ってて、それできんのお前。まあそれはやっぱ一生懸命勉強しましたね。そこだけは。あ、そうなんや。俺それが一番びっくりしたわ。まあそうやな、本気なったな俺も早く。ああ、なるほど。初めて本気なってズーム飲み会したいから。あ、いいね。ほんならこんなんなっちゃった。パスワード作らんかったよかった。いや、パスワード作ってよかったんですよ。まあ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 。あれ、直撃されたんや。そう。もう。どんな感じだったんですか？いや、ほんま、粗品さんも、あるでしょ、はい、直撃されたこと。ありましたよ。警察呼ぶか思ったわ。ほんま。次は呼ぶけどな。ほんまに怖いね。うん、もう怖い。びっくりすんねん、ほんまに。うん。もう、まず、想像してみてください。自分の家の、近くに。そうよ。なあ、うん、ほんま知らん人がカメラ持ってブワーって、うん、で、なんか俺は自動販売機で、うん、飲み物買おうとしてん。近くの自動販売機。もう家の近くに自動販売機があって、はいはいはい、でそこでまあ水をね、うん、いつも2本ぐらい買って帰るんですけど、うん、ルーティーンというか、うん、その日も水買おうと思って、ええ、ほんで、こうほんまボタン押したぐらいかな、うん、その自動販売機後ろから、うん、ブワーって3人出た。男性が、はい。現れて、はい、カメラ持ってて一人。おう。で、一人が録音の、よう見るニュースとかで。はいはいはい。で、もう一人は手ぶらのスタッフさん。おいおいおい。記者さんかな。うん。に囲まれて、ええ。せやさん、ズーム飲み会、このなんて方っていう名前ね、うん、名前でしました、みたいな。いい、第一声それなんや。おう。ほう。ほんで、俺まだ何かわからんから。ほんで、そうやな。まあ、まず、文春ですって言われて。はい。文春ですって言われて。うん。いや、何？え？いやいや、僕、独身ですよってまず言ってた。いつもの。見たよー。あー、名前や。いや、もうまんま。本人登場。何？もう、まんま。何やろな。いや、僕、独身ですよ。やかましわ。いや、もうまず。やかましわ。手挙げた。何僕独身ですよって思う。打たないでって、この。独身ですよ。そう、独身ですよ。悪いことしてませんよ。何ですか？はい。って。
独身ですよ。ほんなら独身ですからね。はい。いやーしながら、うん、何度か飲み会しましたよね。ええー。んで、まあ僕はその、はい、その時の話は記事になると思ってないからまだ。な僕の気持ちでは、はいはいはい、訳が分かってないというか。なるほどなるほど。この会話も記事になると思ってないし。はい、はい。はいとにかく焦ってるんですよね。あの時写真見てもらった方わかると思うんですけど、すごい顔してたやろ。面白い。もうほんまパニクってんだよ。すごい顔してた。もうほんまパニクるやん。直撃されたら。だからなんとかなんとかしましたよね。この人が、なんとかなんとか、まあそのせいやさんあのなんとかって言ってますみたいなんで、はいはい、だからあんななんか取り乱した感じで、ハニートラップですみたいな言ってた言ってた。違うみたいな言ってまあまあその。まあまあまあ、そのね、ほんまに汗、直撃だし、うん、まあ、あれも全部記事になってたから、まあ全部、本音は本音やねんけど、まあね、そう、もう、びっくりした。ほんで、うん、その人が、衝撃やってんけど、僕のね、僕のチンチンをこう、陰籠みたいに、これ何ですかとか。写真を。そう。汗を、見覚えあった。見覚えあったなぁ。自分のチンチン。しかもさ、モザイクかかってないからね、その時は。その段階では。やば。見たことあった、やっぱり。え、見たことないねん、自分のチンチン、そんなに。あー、なるほどな。うん。びっくりすんのよ。はいはいはい。自分のチンチンをこう、うん、その知らん人が持ってるっていう。これ何ですかだって。俺のチンチン。うわーっていう。あら、彦摩呂さんばりの。そう。出た。うーわー。出た出た。もうあれでも血の気引いたなぁ。まあ確かに異常な状態ですよね。自分のチンチンの写真を。そう、知らん。知らん人が持ってるっていう。振り回してた。そう。僕のですとか言って。僕のです、はい、正解そうっすよねとか言って。そうっすよねやかましょ。とにかくね、ええ、まあその、まあ受け答えは全部ほんまの気持ちなんですけど、はいはいはい、はい。もうほんまに怖かったですね。あの気になると思わんかったし。うん。うん、もう俺は LINE もね。LINE もね。全部、ね。LINE もね。何ですか ?LINE、な、え、何 ?LINE もね。LINE、ん紙、ん紙し LINE、ん何何紙し LINE、紙し LINE も言ってないんです。言ってない。もう本当に、申し訳ございません。俺はでもただただ言いたかったのは大ファンでした。はい、こんな形で。俺もびっくりしてます。いやもうほんまに、いやっていうか、ほんまに恥ずかしいし情けない。なんか泣きそうなる。いやもうほんまね。いや、LINE もねって何ですか？いやもう、全部。LINE も出てしまったという。そうやなぁ。もうね、いやもうほんまに、ラジオやからね、もうこうやって、言わしてもらってほんまに、味せえんかった、はい、飯とか。記事出る前一週間とか知ってたから。いやだって楽屋でな、記事出る二日前ぐらいに、根性の別れしたもんな。みんなで。した。握手して、粗品と。今までありがとう。そうそう、全員で握手して。うん、マネージャーとも。今日で最後か、とか言って。片山さんと俺何回握手したかな、記事出る前。この期間な。ほんまありがとうございました、つって。俺ほんまに最後でも、どの現場か忘れたけど、はい、お前がタクシー、うん、でなんか、はいはい、じゃあなーみたいな、いつもみたいに、うん、俺ちょっと遅れてお前がちゃんと乗る最後まで見届けたで、俺さこれが最後なるかもしれない。あ、もう粗品をこの距離で見んの最後かなと思ってお前が乗るタクシーしばらく見てたよ。どんどん遅らして。いやだからありがとうな。どうなるかわからなかったしな、その時。ほんまにそう。いやもう ね、マジでね、もうほんま怖い。本怖本怖、もう寝られへんかった、ずっと。いやーまあそうやろな。ほんでチンチンの写真も俺も、お前これはもうありえへんねんけど、俺はモザイクかからんと出るんちゃうかなとかも思ってたし。ありえへんな。それありえへんねんけども、それぐらい精神状態いってんのよ。いや、これもしモザイクかからんと、文春の、俺のだけたまたま、かからんかったらどうしよう。出たら、これ俺どうやって生きていこうと思って、まあもう十分はずいんですけど、
そうやな。いやもうほんまに、マジで記事ほんで出たでしょ、はい、ほんでもうそっからもう、まあいろんなね、YouTube とかで、もうマジでその不祥事系の、はい、誰々の弟とか言って、あらあかんよ。そう、聖夜の弟ですとか言って、嘘ついて再生数稼ぐやつね。まあそんなもう俺はこうもう全部見て正直。おお。もうほんまに精神状態がもうずっとそれ気になる。全部見た。聖夜の弟ですとか言って、うん、で全部そういう系の俺の系語ってる。うん、でもひどいのが、はい、どうも急に出された聖夜のチンチンですとか言って。なんか、あ、チンチンが、わけわからないやつがなんか、急に脱がされて、明るくて、眩しかったです。お前のチンチンが、YouTube してた。それ、ほんまやろ。何かやねん。それはちょっとかわいそうやな、その子。いやいやいや、いつやったんや。勇気出したな。勇気出してちゃうのよ。え？いやいや、もう、そんなんとか見た、全部見た。全部見た。うん。ラジオも全部いじられてんのも一通り。まあでもまあまあ、その先輩とかがいじってくれたりとか、ね、なんか、あ、すごい、逆にありがたかったですけど。うん、ああ、そうですか。まあ、太田さんがやっぱすごくて。爆笑問題の。爆笑問題の太田さんが。すごいな、あの人。もう、テレ朝、まだ収録しただけ、オンエアまだですけど、この前一緒のレギュラーのやつ。まず楽屋入るなり、はい、まあ、もうメイクさんしかおらんねんで、メイクさんと太田さんしかおらんくて、そこに俺がゆっくり頭下げながら入ったら、はい、うん、おー来たー、静止来たメイクさんに、おー気をつけろよこいつ飛ばすぞーとか、はもう一生いじられるわ、一生もんやな、もうほんまに言ってたもんな、千葉吉兆以来の面白いですって太田さんが。千葉吉兆今でも漫才でやってるからな。じゃあ俺漫才でやられるやん。10年後もやってますよ、多分太田さん。やってんなぁ、あれは。やってるということですよ。もう心配性ずっと言ってたもんな。いや、面白かったですよ、それは。日曜日本でね、明日か、明後日か、うん、サンデージャポン、生で。ありますね。あるんですよ、やばい。殺される。おかき用意しとくわって言ってたな。おかきも用意してくらしいです。エロく食べてもらうんかな、ゲストの人に。お前と太田さんだけやね、おかきのくだりを。いや、おかきもおもろいね。いや、ほんまな、ごめんけど、俺もう友達やからおもろいわ。もう、ほんまに。もう、粗品さん。いや、もうでもほんま、そうやな。いやいや、あれはな、そうやな。まず、いや、もうほんまに、で、まあ、記事出てから、ええ、ロケとかね、はい、なんか行って、ロケ弁で、なんか、ケータリングで、あ、つやさんなんか食べますって言って、うん、ソーセージパン渡されて、なんかもうソーセージとかも食べられへんよなって思って。なんでやねん。いや、なんかもう、なんでやねん。いじられてんのかな。考えすぎや。いや、もうほんまやねん、これ。考えすぎやって。ほんまなのよ。もうソーセージとか、居酒屋で、チョリソーとか頼まれへんもん。あれからオナニーもしてないじゃん。一人エッチね。あ、すいません。すいません。してない、一人エッチも。いや、もう、それも、まあ、まあ、なんか、あんまこう、そうやな、気分も乗らん。まあ、ほんま、食欲もほんまわかん感じで、睡眠もそんなにうまくいってない感じで。あら。もうね、なんかみんなに笑われてる気ですよ、街中の。まあまあ、笑う。そう。笑うな。実際、大阪で、はい、同期とちょっとだけ、飯行った時、店員さんが、うん。あ、じゃあ注文何します？あれ？って言って、俺の顔見て。あれあれあおで、こう顔刺したんか、その、記事見たんか、どっちか分からんのよ。はいはいはい。はい、ほんで、もう、その場合も、俺から言わなあかんねんな、このずっと来るし。なるほど。あれ、もしかして、僕の恥ずかしいやつ、ですかって言ったら。うん、はい。もう、それやねんな、ずっと。そんな生活してんねや、今。お前。やってみる？いや、嫌です。嫌ですよ。僕、チンチン出しませんもん。ズームで。やってみろやないよ。もう、ほんまに恋愛とかだからもう、それな。できるかなと思って。それ言うてんのよ、最近、せいやさんは。次の恋愛大丈夫かなっていうね。もうほんまにちょっと、ほんまに。いやいや、ね、恋愛。大丈夫。ちゃんとせな、もう。いや、お前にはあいみょんさんがおるかな。名前出しちゃダメ。
からもうやめてー。いやいや、安藤夏さんみたいに。もうダメー。安藤夏さんの言い方すな。何を言うとんねん。俺の大好きな。おいみょんさん。名前もう出さないで。なんで。出しちゃダメ。あいみょんさんとね、せっかく映画を。これ以上人の名前出さないでケロ。ケロ。いや、来てもらおうよ。ね、言ってましたもんね。来るがー。遠くに突っ込むね。いやいや。来るがー。ほんま、普通でも来へんね。いや、あいみょんさん。来てくださるって言ってましたよね。2週前かな。うん。記事出る前はね。記事読んでも、もう読んでなくてもわかんないけど。もうダメだわ。ゲロ吐かれたんちゃうかな、ほんまに。あいみょんさんが。いや、まあ、そうは、そうかな。もうほんまに恥ずかしい。もうね、ほんまでも家帰れない、もうほんまに。家に帰れない。もうね、うん、昨日も、まあ今マネージャーと、はい、一緒に帰ってもらってね、もうそう、おりそうでさ、うん。あ、週刊誌の方が。もうほんま怖いね、トラウマなって。確かにあれはな、怖いな。怖いやろ？その、後ろめたさとか関係なくね、恐怖なんですよね。急にバッて出てくるから。そう。怖いのよ。ほんまに。うん。知らん人に家の前で喋りかけられるっていうのが、どんだけ怖いか。怖い。囲まれるからな。うん。ほんで、昨日もその高森くんと寺西くんと、うん。3人体制で帰ってもらって、タクシー家の前まで行って、うん。うん、ほんで、出て、俺まず確認、首だけ出して確認してんだけど、今タクシーかけて。はいはいはい、はい。ほんなら、その突撃のされた、場所、うん、自動販売機の横にちょうどおっちゃんが座ってて、はい、ま。ただの、まあ、多分、なんか工事してるおっちゃんやったんですけど、ええ、俺が首出した瞬間さ、トランシーバーで、うん、とかってなったよ。俺も、うわーって。テラニシー助けてやがましは。やがましは。寺西くんがすぐ、大丈夫っす。普通の人です。とか言って。で、高森くんがちょっと、がたいから、行ってきます。とか言って。工事現場乗っちゃって。頼もしいね。いや、頼もしい。頼もしいな。ほんまにもう、怖いのよ。いや、それは大げさじゃなくて、ほんまにわかる。やろう？心臓がね、飛び跳ねるんですよね。人影が、おるだけで。でしょ？だから、住まいの入り口、うん、まあ、道路やとしても、そこにね、人が佇んでるっていうのがまずおかしいから。やろ。うん。待ち合わせでもあんま考えられないようなとこにいますから。俺もそれ今年1年、4回ぐらいやったな。まあ、大声こそ出んかったけども、飛び上がって。そう。一回引き返すとか。もう怖いんですよね。あれ、突撃は、あれ怖いわ。怖い。でも、うん。ほんまに怖い。警察呼んでいいらしいからな。進路妨げるとか敷地内もう二度とやな、もう二度と直撃されたな、ほんまに怖い。うん、男怖いでこんな怖いってことはもう怖いよー。怖い世の中ですよ、ほんまに。いや、ほんまびっくりしたわ。で、まあそのまあね、あのツイッターとか、うん、インスタグラムとかでもほんまに温かいコメント、うん、まあこんな僕に、こんなキモい僕にね、うん、キモいよ今、まあ、でもキモい、間違いなくアジア単位でキモいと思うんですよ。何ですか？我ながら、我ながらアジア単位にキモい。これ僕別に開き直ってるとか、はい、せいやもう、うん、なんかなんやねん、なんかふざけてるやんとか軽んじてるやんとか思われるかもしれないですけど、うん、じゃなくて、はいはい、もうキモすぎて自分が、そう、もう、うん、もう、キモすぎて、もう、ね、突き抜けるしかないというか。アジア単位で。アジア単位でキモいと思うんですよね。もう、アジアのニュースの中でもかなり。トップクラスや。そうですね。で、まあ、いろいろあったかいコメントにも、はい、もちろん元気もらいまして。いいことや、それは。中には、こう、画像でなんか、僕のチンチンを合成したりとかね、していただきまして。ありがたいことに。めちゃくちゃ虚婚になってたりね、僕が。ああ、遊ばれてますか今。体と同じぐらいサイズの巨根があったりとか。でかいですね。それやったらおかしいもんな。あの、分子のモザイクかな。顔にはかかってない。もちろん、それは嘘なんですけどね。あ、誰がそっち信じんねん。そうなんやねん、この聞き手。嘘なんだ。でも YouTuber のあの、チンチンの人ほんまでしょ、ほんまなわけないやろ。広告つくか、あいつに。どこで覚えたんかな、その人。広告つくか。いや、それかわいそうで、その人。その人というか、その子、チンコの人。チンチンな。チンチン、すいません。
何がその子でチンコ、ね、その子でチンコは違うね。ちょっとかわいそうかな。いや違うのよ。違うとかなんか、うん、一番もうそれはもう笑ってもだけど、うん、なんか世界各国でリモートでサッカーの応援してるんですよ、うん、みんな頑張れみたいな、うん、でその中の日本代表だけ俺がチンチンいじってるっていう。いやもう最低や。最低よあのリモートの構成。最低やな。やばすぎ。いやーそうやな。とかあのなんかサンバのリズムで俺が。ねえ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 とか、ああ、いろいろやつされてる。そう、俺のスマホになんか俺の画像があって、うん、なんかでーってでてんとかってなんか軽快な音楽で、おうおうおうスワイプっていうの、はいはい、上にあったらなんかクソでかいビルみたいなのにでーって俺のやつがめっちゃでかい、100メートルぐらいの写真になったりとか、ああいいですね、全部見ました。そういう系。もうすべて目を通しました。もうそういうのみんななんかええや。もう保たれへんかったな、逆に。気になって。いいね。どうなんやろ、みたいな。うん。うん。でもほんまに。いやー、そうやな。もう、粗品さんの気持ちも、ほんまにね。いや、まあ、僕は、相方ですから、大バカ野郎ですよ。大バカ野郎。大バカ野郎です。大バカ野郎です、君は。あのね、うん、ちょっと説教していいですか？説教。うん。うん、やっぱり、あかんで、お前。お前、そういうとこあるで、やっぱ。この、普段からの、オナニーのやり方、うん、もう全然あかん、それ。マナーがなってない。マナーがなってない。俺のオナニーの仕方教えてるから。あ、うん。粗品さんの、一人エッチの。お、ま、まあ、オナニーな。まあ、まあ、それは確か俺に言う権利ないわ。記事になってるし、オナニー。お前が一番オナニーしてるから。マジで。それ、ツッコミは、ごめんやけど、入ってこい。半年ぐらいは入ってこいんかもしれん。その一人エッチって訂正されても、お前二人でやってるし。全然一人エッチじゃなくなってますんでね。ごめんなさいけどね。わかる。それ系のツッコミはもう無理、俺。ちょっとごめんなさい。俺のオナニーの仕方をもう、伝授するから覚えろ、もう。俺のやり方やったらチンコが出えへんから、外に。ああ、なるほどね。はい。あると。どんなパンツ履いてるんですか、今日は。パンツですか？はい。ああ、ちょっと危ない。出すか今、ミクスチャンネルで。やめてよ、それ。出したら終わりじゃん。いや、もうそういう、そういうやつやん、俺。いや、もうあの時と一緒なんやん、この、バストアップが。赤い椅子バックで。椅子変えて、この色でもいいから。いや、ちょっと出すなよ。自分で確認してよ、パンツ。どんなやつか、トランクスですか、ボクサータイプ。トランクスですね。あ、ボクサーパンツ。あ、ボクサーパンツ。スパイダーマンです。やめてくださいよ、マーベル。マーベルもやばいよ、あれ。写真出回って、いろんな。T シャツにね、マーベル。あれ、記事なってたけど、マーベル。俺、4兆円ぐらい払わなあかんのちゃうかすごい規模やからな。割り勘やで、みんなで。なんでやねん。文春のみんなで割り勘な。あ、文春のみんなと割り勘、うん、してくれるわけないやろ。してー。あんなないか。なんか。そんなわけないやろ。4兆円ぐらい来るよ、あれ、被害。この、パン、ズボンの上からでもオナニーできますから。っていうこと？人差し指と中指の間。ああ、ね、このチョキを作って。フォークボールみたいな。そうそうそう。で、こっちにこう挟んでもらって。こうですね、うんうん。で、この、左右にこう、動かしてください。こうやって転がす感じで。チンチンをコロ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 するわけ、はい、うん。で、この、なんでしょう、チン、あの、焼き鳥屋の職人が、うん、この、焼き鳥を焦がさんように、この、串をね、こう、くる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 ってやる感じで、この、焦げ目。チンコを、ほら、バタ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 。そう、焦がしちゃあかんかん。焼き鳥の職人が、くる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 ってチンコを、バタ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 さして、こうなってかなって、バタ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 なもん。なんやねそれ。聞いたことないわ。ほんならもうほんまにもうティッシュもいらんから。どこに出してんのほんなら。いや、パンツの中ですよ。やばすぎるやろ。だから僕はね、まだ自分の精子ね、一回も見たことないんですよ。このトークいつ受けんねん。え、たまにやってるけど。いやいや、楽屋ニュースでも大好評でしたけど。生放送でやってたからテレビの。小籔さんに振られてやりましたよ。いや、意味わからんかった。あの今田さんが、うーって言ってたから。あんな百千年間の先輩が、うーって言ってた。おぉ。生放送で。なんやねん、それ自分の。見たことないから。ということは、もう俺のやり方してたらせいやさんもこんなことなってなかったんですよ。いやー、意味わからん、もう一個意味わからん記事になってたんちゃうかな。
何がやん。ズボンで。股間、高速でまさぐる。いや、それ普通の人できないんですよ。いや、でも、大丈夫です。この原理はね、この、何バイブとかと一緒やから。だから、いけるはずですよ。意味わからんねん。いけるいける。でも、ほんまに、今日、楽屋で言ってたんですけど、うん、久しぶりに思い出したのは、うん、まあ、今、マネージャーがね、うん、結構、ケンコバさんの元、マネージャーで、で、あだ名も、風俗太郎って、あ、なんからしいな。ついてるぐらい風俗が好きで、うん、ほんで、それ言ってんもんな、ケンコバさんも。風俗太郎らしい。高森くんがね、うん、風俗太郎、ね。風俗太郎って言われてて、ほんで、その流れで、なんか大阪の時に、粗品初めて風俗についていったの僕なんです、実は。そうですよ。そう、一緒にね。懐かしいわ。その時の話。久しぶりして、うん、めっちゃ元気出てんけど、それで。ほんまに二人で行って、はい、まあほんで女の子が来てね、うん、まあ俺ら初めてだったから恐怖やったんですよね。あ、俺はまあ初めてちゃうけど、粗品さん初めて。怖かった。逃げかけてんな、二人で。うんうん。どうするみたいな。うん。でも正直、タイプじゃなかったんですよね。その、来た方も。うん、わ、俺どうするみたいな。でも逃げられへんよな、みたいな。うん。二人でめっちゃ笑いない。いや、これ絶対おもろい話になるからって言って、うん、でその、確かじゃんけんして、ほんで、行って、じゃあ俺こっち、この人、みたいなんで、うん、まあでも、普通に、めっちゃ楽しくさせてもらったんですよね、うん、その。ほんで、粗品さんは、はい、でもそのめっちゃ、やっぱ特殊やから、そうですよ。めちゃくちゃ困らしたらしくて、うん、その女王の方に。ほんなら、ピンクローターで、行かされたっていう。はい。そうですよ。皮が、うん、皮が変やから、男やのに。めちゃくちゃ元気出た。ありがとう。やかましいわ。やかましいわ。いや、ほんまに。関東方形。いい思い出やな。あの子らに会いたい。俺らどう思ってんのかな。いや、売れて。会いたないよ、全然。全然会いたないよ。申し訳ないですけど。いい子らやったな、でも。何がやねん。いや、いい人たちですよ、ね。すごいいい人たちで。いや、いい人たちやったか。ボロクソ言い合いながら、俺ら。何やれとか言いながら帰らんかった？いや。思いのほかお前が、お前の担当の人とバリ仲良くなって帰ってきたからびっくりしてんから。バリクソ仲良くなってなんか。最初、そう、うん。最初やっぱ僕ら慣れてないんで、うわ、やっぱあかんわとか言って。そうそうそう。そんな好きな人じゃない人と無理やわみたいなんで逃げようと思ったんですけど、うん、結局俺めちゃくちゃ息投合して粗品引くっていう。うん。めちゃくちゃ引くっていうの。20分くらいな、喋ったけど。そうそう。店の外のところ。大阪の最安値の。懐かしいなぁ。いや、大学生ぐらいか。そうやな。とっても昔やな。うん。やな、うん、懐かしいわ。懐かしいなぁ。ちょっとそれで元気出た。元気出た、ありがとう。おぉ、よかったよかった。もう本当に、でも、もう恥ずかしい、この2、3週間でした、ほんまに。まあね。あ、まあまあ確かに恥ずかしい。恥ずかしかった。恥ずかしいですよね。チンチン取り外したいもん今ほんまに一回。確かにね、これチンチンあるっていうね。だから銭湯とかもちょっと行かれへんもんな。なんかいや噂のチンチン、ニヤニヤされるし。日本で一番今有名なチンチンかもな、それ君の今。まあまあまあ、チンチンといえばお前。まあ、チンチン、そうですね。チンチンっていうワードが出たら今、せいやって出てきますからね。みんなにあるはずやのに。ほと、みんな持ってるはずやのに。いや、せやねんな。いや、せやねん。まあ、俺がもちろんわかんねんけど、お前、おい、なんかオナニーしたらしいな、みたいな。うん、うん。みんなするじゃん。いや、代名詞になっちゃった。すごい。オナニーすごいことが起きてる。いや、でも、せいやさんの尊敬する志村けんさんも、だって、チンチンもなんかあったでしょ？チンチン。チンチンハプニングの。まあ。いや、だから、同じ話ですよ。勇気出せよ。なあ。びっくりせんと。勇気出せ。志村さんも出てたやろ。まあ、志村さんのじゃない。そうそうそう。だからもう、流れ来てるから。めっちゃ空いたけどな、その志村さんから急に。あれ急にせいや、もうちょっと刻むもんやと思ってたけど。
や、もうよかったやんけ、お前。光栄やろ。志村さんの、お前、同じとこ行って。鶴瓶さんと。いや、その諸先輩。鶴瓶さんには話聞きたい。あ、確かにな。鶴瓶さんには話聞きたい、めっちゃ。アドバイス欲しい。鶴瓶さんはもう、生放送で出てますからね。大先輩やから。そうか、志村さんの、志村さんのじゃないんか。そうそう、そうやな。あ、取られてる。だから、笑ってもうてんよ。お前だけやから、あれ信じてんの。え？俺だけあれ信じてんの？いや、そりゃそうや。いや、俺はバリバリ志村さんやと思ってんの。違う違う違う。違うや。違うよ。あれ絶対志村さんだよ。違う、違う。あ、違うの？それほんまに、じゃあ乗っ取られてるから。あ、そうなんや。うん。その流れ、流れで来てるからも、光栄やろ。いや、もうほんまそうやな。鶴瓶さんとか、鶴瓶師匠とか。大師匠とか、まあ、あと、ウエストランドの、ああ、うん、それも言われた、井口さんとか、まあ、話聞きたいな、ちょっとね。ほんまやな。まあ、ちょっとほんまに恥ずかしいですわ。うん。うん。メールテーマ、何しますか？あ、メールテーマどうしましょうか？じゃあ、あなたの恥ずかしい体験、みたいなのしますか？はいはいはい、僕を超えていただきたい。もう本当に、でも、もう、すごい才能ある女優さんにも迷惑かけまして。あら、モネちゃんさんに。ん？モネちゃん。ぼやかしてんのに。お前というやつは。お前というやつは武田鉄矢。お前、パチパチの武田鉄矢ですか。何がやねん。いや、何がやねん。そら、そら言う。いや、誰の、いや、俺めっちゃぼやかしたやん、今。え？なんで、なんで言わんねん。いやいや、ほんまに、ファンやったのに。こんな形で最悪最低俺全部俺が悪いよ。ほんお願いします。よろしくお願いします。なんだ、どうしたの？腰振り明星は何が、なんか揉めたのか？腰振り明星、腰振りではない。聖夜は、聖子。腰振り明星の聖子はどうしたんだ？聖子ではないです。なんか腰振り明星の聖子だと。なんか揉めてんの？もう会ったこと全部知ってる感じなんです。腰振り明星の生死だと。腰振らない明星の方もいるじゃん。腰振らない明星の方のほらあるじゃん、はい。デカチン、デカチンもいるじゃん。デカチン、あ、かぶり側ですね。かぶり側。なんですか、かわいそうにな。どうしたんだ、あれ。まあ、ん、うん、ズームで、お腰振っちゃったんですかね。腰振っちゃったの。何が悪いの？なんか悪いことあったの？いや、悪いんだろ？悪いでは、なんかね、やっぱ、それをなんかあの、雑誌側に売った女性の方も、まあ、どうなんだろうと、お互いの意見がね、そうですね、合ってないんですよね。そうなんだ、うん、なんかさ、俺もなんかまたフライデーかなんかにさ、はいはい、コンビニで買い物してるとこ取られてさ、何回目なの、いい加減してほしいよ。何が嫌かってさ、はい、ああいうやつがいつもいるんだって思う気持ち悪さね。ストーカーでしょ、常に。だから貼られてるってことですからね、うん、レモン買ったって書かれてなんとかなんないの、あれ。レモン買ってたんだ。だからどうなんですかね。本来だったら厳密に言うとダメはダメですよね。そうなんだよ。芸能人側がそういうのをあの、うん、訴えたところで お金だったり時間だったり取られて、うんうん、あとは印象の部分も今まで良くないから、うんうん、そのまま流れてしまったってことですよね。あと言うのよ、知る権利だって。なんで俺がレモン買ったかどうか誰が知りたいんだよ。レモン買ったかどうか。ああいういつもさ、ああいう人がまあ、うん、いてさ、コンビニについてきてさ、うん、俺がレモン買ってるの見てるって思うだけでめちゃめちゃ精神的にさ気持ち悪いじゃん。本当ですね、うん、買うもんもちょっと選んじゃいそうですよね。しこれないよ本当に。そうだよ、ね、コンビニではしこらないんだ。だそうですよね、うかつにしこれないじゃん、ね、だって。確かに何があるの、俺コンビニでしこっていいんだろ別に。コンビニではダメです。コンビニではダメです。ズーム上ではね、ズーム上でしこって、ズーム上は多分いけないんだよね。そうですね、なんか規約はおそらくあって、でもまあまあ、それね、規約ないところで公じゃない場所でならしこるのは自由ですから、ね、いいんだよ。だから俺がだから LINE やってて店、うん、まあちょっと一回 CM、はい、だからしこりの話だけどさ、はいはい、しこりの話、俺がさ、はい、例えば携帯で俺がしこってる映像を撮ってさ、うん、平子に送ったらこれ、うん、これはいいんだろ。いい、まあいい、いい、平子が嫌じゃなければ、うん、僕が嫌じゃなければいいですよね、別にね。平子がね、いわ、いや、有吉不快だなと思ったらそれはどっかに売ればいいんだろ。売っちゃえばいいんですもんね。そうか、じゃああんまり送る方が損だな。そうですね、それ見てよ、まあ、喜ばれるかどうかっていう判断はね、喜んでも、でも売るんじゃない。喜んで楽しんだ後に売りそうじゃん、ああ平子って。二度楽しむ10回ぐらい利用した後に。どうせね、
ここまで満喫したものがさらに金に変わるっていうね。ケンさんこれ恨みの売ってますよあの店みたいな。自分散々買っといて。そうだからじゃあ送らない方がいいのか。なるべくだったら目の前でが一番いいんじゃないですかね。しこるのは。すすきはどう？送られてくるの嫌？送らないで。女の子はあんまり送ろうと思わないだろう。送れって言われたら送っちゃいますけどね。送れって言われたら送っちゃう。やっぱりあの好きな人に。だけどその人がだってあれだったらどうする？それこそあの雑誌に あこれ納言のすすきだみたいな。いやでもその信頼してる人に送るからな、うん、でもそんなことするわけないと思っちゃいますもんね。だせいやさんもでもみんなだって大体そ そうだろ、うんうん、だそうでしょ、まあね、だそこでほら中がこじれてみたいなリベンジポルノみたいになっちゃうわけじゃない、うんうんうん、だから、うん、やっぱ送んない方がいいんじゃない。いや 送りたい送りたい送らせてしこりたい、お願いしこりたいしこらせてくれよしこらせてくれよはそれは勝手にやればいいことだよ。しこらせて送らせてくれよ。そもそもしこりっていうのはさ、はい、別に勝手にやるもんだからいいんだけどな、まあまあね、送るっても言うのが送られたいっていう気持ちはあるよ。はいはいはい、もちろん、へ、ね、もちろんそうです。どんどん送られてきたいなと思う、うんうん、おだけど送りたいっていう気持ちは全然ないんだよね。でもその私、うん、ツイッターの DM とかにもう今開放してないですけど一時期全然チンチンの画像とかすっごいいっぱい来ましたよ、うんうん、見せたい願望なんでしょう ね向こうから来るんだったら我々も DM 開放したいぐらいですよね。そうだよな。あなるほど、逆はないからね。それだから、はい今ね完全に完全なる不謹慎発言がありましたね。まああのまあなんていうんですかね、これはお詫びをしときましょう。謝罪と訂正。めめこという発言がありましたね。ちっちゃくちっちゃくすぐ言っちゃうんだよ。まあお米に近い言葉がありましたか。嘘嘘ですね。嘘ですからね。まあ嘘だから。焦るじゃないかよお前。嘘嘘嘘だよな。はい嘘嘘。嘘嘘嘘嘘。今後注意だ。まあ散々チンコって言っといてっていう話なんだね。そうですよね。しこったっていう話で何が不謹慎なんだよ。なんで二人ともドキッとして。なんでそこだけ敏感なんだよ。話ありますけどね。まあ後でね、あのトラキさんに謝ってください。なんでだよ。ニュースを読まなきゃいけない。なんでトラキさんが謝んなきゃいけない。だから、そうだからいや。あの DM とかで送られてくるのってさ顔が入ってるかどうかっていうのあるんだよね。だから顔入らずさただチンコだけさ、はい、あすいません、うん、いやいやチンコ、まあまあ、いいんじゃないですか。大丈夫じゃないですか。いいですか。はい、あのチンコをさ、うん、だけ写して俺もねだからそれは、はい、有吉と分からずに、はい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 、おちんちんだけ、うん、その撮ってさ局部を、うんうんうん、それでその誰がいいかね、じゃあ広瀬アリスちゃんにさ、うんうん、送りつけるっていうのは興奮するわ。はい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 、はい、なそうですよね。あなるほど、あの子が見るのかと思うと、うん、見たのかな、うん、なんて思う変態的なおじさんたちがいるってことはなんか感覚としては分かる、はいはいね、だけど、うん、顔を晒してね俺が、あり、はい、あすいません、広瀬アリスさん、どうもはじめまして、あのタレントやってるアリスですけども、ちょっと今からオナニーした映像を DM で送りますんでちょっとご覧ください、それではどうぞっていうさ、それはさあまりにも危険すぎるよな。危険ですね。おそこまでやってくれると企画かなって思うところもねTBS 藤井さんの企画かな。調べたのかな。だけどそれはだからなかなか怖いなと思うけどな。確かに、まあ、どうなんだろうなと思ってな。まあだからズームで、まあ、本来はいけないんだろうけど、うんうんうん、こう二人でやってる、うん、まあなんていうのスカイプとかみたいな感じで、はい、そうですね、はい、ね、そこで興奮しちゃってってことでしょ。うビデオ電話みたいなもんですもんね。ウエストランドの井口もそうだろ。ああそうだ、チンチンをねなんか DM のやり取りで、うん、あれは私の裸見せるからその代わり井口くんもチンチン見せてくださいっていう、ね、そんな感じでしたね、うん、興奮してきちゃったみたいな、僕もだよ送ったら公開されちゃった。あ そ, うそれはもう完全に騙されたんだよねあれはね。完全ですね、はい、
だからせいやもなんかだからいやそんなこと違いますって、うん、話がちょっと違うと、うん、吉本が訴える、はい、訴えないって言ってたから、はいはい、色々まあ揉めてんだろうけど、うん、まあそこはどうでもいいんだけどさ、うん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 、だからいやリスクってどうそうしたいんだっていうさそこまでしてもしこりたいしこりたいんだな強い気持ちがあるのかもしれないですね。まあしょうがないよなそれはまあ男女間のことだからなお互いが気持ちよければいいんだけど、うんうんうん、そう平子と俺ではありえないよなでもなえあ しこりのお互い動画のやり取りですか、はい、ちょっとお前しこってる感じ見せてくれよいやそういう関係も当然あるんだよ、はいはいはい、あるけどもちろん今の俺の、はい、お前は奥さんが好きで、はい、俺は別に、はい、あの男が好きじゃなくて、うんうんうん、女性が好きな2人がやってみようぜって、はい、やって、はい、興奮していくことあんのかなと思ってでもな思うところはゼロじゃないかもしんないですねちょっとしたらなんか、ね、あれ、うん、ダメなことしてるっていう感じがそうなんだよな、うん、あこれはダメなことしてるな絶対酒井には言えないなっていうなそうダメすぎるあるかもなそのうちどっかでもしかすると優越感を感じたりとかねお平子先に行きやがったって言われて恥ずかしくなったりねいやだから何があるか分かんないんだよ、うんうんうん、いつ誰がどの扉開けてくるか分かんないんだよああ確かにだからまあ楽しいしなダメなことにも走っちゃう人も いるし だからそういうことでせいやがなんだよ変なやつだなと思うのもおかしいしな、うん、そうですね気持ちも分かってあげるわけだし、うん、雑誌吸った人も売ってる人も販売してる人もみんなしこってますからねそうなんだよな、うん、何でもかんでも批判ってまあ批判されているのかどうか知らないんだけどさ、うんうん、どうススキは何に関してですか？うん、なんか見せたい、まあ見せたいんだもんな。はい。平子が言ってきたらどう？うわー、平子さんが言ってきたらか。ちょっと今日奥さんに内緒でちょっと DM 送ってくれよ。うん、LINE 知ってんのに、うん、DM ですか？まあ LINE でもいい。LINE いいですか？いや、LINE はだってほら消せよって言われちゃう。あ、そっか。いや、送っちゃな。送っちゃう？送っちゃう。なんだよ平子さんは送っちゃいます平子はいいの、はい、あ俺その後説教ですよ、うん、何をやってんだと試したんだと散々見た後で説教じゃんお前 Stay Night Dream